えー、イギリスのバンドザ・フーのですね、5枚目のアルバム。1971年ですね。1971年にリリースされた Who's Next っていうアルバムがあるんですけどね。すんごい好きなアルバムでよく聴いてたんですけども、これのスーパーデラックスエディションってやつがですね、9月15日にリリースされてます。これがすごいのよ。10枚組 CD。 CD10 枚組とブルーレイのオーディオがついて、あと、ハードカバーブック2冊 <laughs> の、えー、スーパーデラックスエディションですがね、えー、発売されたんですよ。10枚組はさすがにね、まあお値段もなかなか高くてですね、えー、価格、えー、49,500円です。いやーね、好きだけどさ。 ファンだけど、なかなかその金額は手が出ませんわ。まあ、結婚前でね、学生の時だったら行っちゃったかもしんないけど、逆にね、<laughs> 今の方が使えないというところで。で、これがすごいのが、えー、元々ね、あの、ロックオペラっていうジャンルにね、 ザ・フーが挑戦してた時があって、で、トミーっていうアルバムが出てるんです。これはこれで売れたんですけど、そのトミーに続くロックオペラ第2弾としてですね、ライフハウスっていうのを作ろうとしてたんですけど、途中でね、頓んざしちゃったんですよ。頓んざしちゃったんですけども、まあその中で使う予定だった楽曲を含んだやつがザ・まあ、フーズネクスト。5枚目のアルバムね。だから一枚、CD1 枚だったんだけど、 トミーはね、2枚組だったのかなそう。まあ、企画がとんざして、その中から一部フー o ネ s Next としてリリースされたんだけど、それでもね、そっからヒット曲も出てるし、全然名版ではあるのよね。アルバムと、いい曲がいっぱいあるのよ。で、今回のスーパーデラックスでしょはね、フー o ネ s Next と Life House って名前も入ってんのよ。つまり Life House でやりたかった曲で、 デモ音源とかがたっぷり入ってる。あとライブ版の音源がたっぷり入っていましてですね。これまた聞き応えがある。で、それこそ10枚組49,500円ですんでね。えー、なかなか買うの大変だけど、本当今はいい時代で、これが全部配信、Spotify とか、えー、Apple Music とかに入って10枚聞けるわけですよ。いやー、これはねー。 ファンとしては嬉しい感じですね。で、まあそのアルバム、えー、ズ o o s Next とですね、まあ、ババオライリーっていうのがね、ヒット曲として、まあ一曲目にあるんですよ。これがなかなか印象的な曲で、えー、それこそピクサーの映画、えー、あれはバグズライフかなとかでも、 使われてた、あ、バグライフの予告編だったかなに使われてたりもしたんですけど、えー、これがね、えー、っと、アルバムでは5分ぐらいの曲だったんですけども、まあ、これの最初のオリジナルデモっていうバージョンがあってね、これが13分15秒なのよ。<laughs> あ、これが聴けるんだと思って、ちょっとさっきでワクワクしながら聴いておりました。で、まあ、ちょっとそれは長いので、ここでは流しませんが、今日はだけど、 その10枚組のアルバムの中からライブ音源を選んで流そうかなというふうに思ってます。ライブ音源4曲流します。えー、まず1曲目はそのババオライリーのライブです。えー、ザ・フーでババオライリー。はい、えー、ババオライリーのライブバージョンですが、 ねシンセの音から入る印象的な曲ですが、この曲は聞いたことある人多いんじゃないですかね。あの、ドラマとかでも使われたりするんだよね。挿入歌とかでね。で、えっ、ー、と、まあ、ライブ版なのになかなか、ね、あのー、結構忠実にというか、あのー、再現されててですね、全然ライブでも入る楽曲かなと思いますが、で、だただザ・フーはね、元はモッズ・ムーブメント、 とから生まれててるところがあってもっとねストレートなロックもね初期の頃はやっていましてそのロックオペラとか取り組む前ねその頃のも好きなんですよその頃の曲を2曲流そうかなと思いますザ・フーでサブスティトゥートそしてアイカ・エクスプレイン2曲続けてどうぞはいえーサブスティトゥートそしてアイカ・エクスプレインの2曲聴いていただきましたこの頃のね初期の曲もねすごい好きなんですよ でまあ初期のも好きだしこの中期のねババオライリーの入ったアルバムとかもよく聴いて好きなんですけどももう一曲そのババオライリーに入っていた曲でねまあ同じぐらいババオライリーに入ってたじゃない「<laughs> フーズネクストに入ってた曲でねババオライリーと同じぐらい、えー、有名な曲で これもね、海外ドラマとかでね、結構使われてたりする曲です。これのライブ版なんですが、えー、11分超えてましたね、これね。まあ、11分ぐらいありますが、えー、流したいと思います。ザ・フーで、want to get fooled again. はい、ザ、えー・フーの want to get fooled again という曲ですね。えー、これ放題なんだっけ放題があるのよ。ほ、あ、放題が無法の世界っていう放題ですね。全然覚えられないけど。はい、ということで、4曲。 えー、ザ・フーのライブ版からですね、4曲お届けいたしました。はい。まだちょっと声がおかしいですが。はい。ちょっとザ・フーのね、10枚組を、まだ全然全部聞けてないけど。えー、聞けてないけどね。けど、あの、最初の、えー、オリジナルのデモ。元のデモとかが入ってるのがなかなか熱いですね。だからこれを、どういうロックオペラにしようとしたのか、ね。まあ、けど、なかなかやっぱり壮大な、 感じ。まあ、テーマがあってっていう感じなんですけどね。あの、こういうのがね、ほんと配信で聴けるのはありがたいですね。まあ、もっとね、あの、昔はだからさ、買おうと頑張ってたりもしたんだけどね、こういうのをね。ボックスセットとかすごい好きだったんだよ。いや、まあ、けど、ほんと配信ありがとうございますっていう。<laughs> アーティストの人には、ええー、いいことなのか悪いことなのかわからないですけども、みんな、あの、再生回してね、あの、還元するようにしてあげてください。ということで、ポトクでした。じゃあね。